はい、これから高速バスで鳥取に行くんだけど、さっきムカつくことがあってね、なんか通りすがりの変なブサイクな女がムカつくな、あの女本当。地図を見ながらね、あのバス乗り場とぼとぼ探してたらさ、あのなんか歩くのが遅いのになんか腹を立てたらしくて、あんたちゃんと前見て歩きなさいよってあんたに言ってんのって言われてね、すげえこの女ぶっ飛ばしてやろうかと思ったけどね、しゃあないじゃん、土地勘ないんだからさ。であと1時間どっかで暇つぶして、でこれから高速のビップライナーで、鳥取の、前の大阪の難波の乗り継ぎの駅に行きます。まあ、ちょっと落ち込んだことがあったから、まあ、この居酒屋のザードでも聞いてちょっと頑張ろうかなっていう感じ。まあ前途多難だね。